すさみ町は和歌山県西室郡にある町である。活動量や県県線で知られており、近世には熊野地域一帯の中心部となったこともある。すさみ町は紀伊半島のほぼ南端に位置し、太平洋に面している。海岸線は漁港を作るのに適したリアス式海岸で漁が盛んである。気候は沖合を流れる黒潮の影響により温暖で、 年間の平均気温はおよそ摂氏17度となっている。長域の90%以上が山林で占められており、平地が少ない。なお、この辺りの海岸は枯れ木だとして釣り人たちには有名で、町も観光事業の一環として釣り大会を盛んに行っている。枯れ木灘海岸は貴重な地層や団地性植物群落なども存在し、 吉野の熊野国立公園の指定も受けている。すさみ町の中心集落は、すさみ川の河口に開けた漁港の町、すさみである。2014年8月1日、政府は、東町沿岸にある小島の一つに、ソビエトと命名することを発表した。釣り人の間で言い習わされてきた故障だが、その由来は不明であるという。以下の自治体と隣接している。6世紀頃から長らく、 熊野地域の中心となっていたが、1657年に、口熊野武行所が置かれてからは、明日ともに、南紀支配の中心地となった。町長は、岩田つとむである。1983年12月18日に、就任以来、しばらく町長の職に就いていた、桂伊佐前町長が、任期途中で、健康上の不安を理由に統一地方議会選挙の、 改選日程に合わせる形で辞職した。これに伴い新人3名が町長選に立候補。2011年4月22日に投開票が行われ、町長が決定した。議員定数は10名である。定例会議は3月、6月、9月、12月に行われる。1995年の統計によるとである。漁業、林業、農業及び観光業が、 すさみ町の基幹産業である。漁業は特に盛んで沖合を流れる黒潮の影響によりカツオ、ブリ、伊勢海老などの水揚げが多くなっている。特にカツオはすさみ県県カツオとしてブランド化しており、伊勢海老も全国一位だったことがあるなど全国有数の水揚げ量を誇る。また、海岸部より内陸部に入った地区では、杉、 ヒノキなどの林業が伝統的に行われている。昭和40年代までは町内に多数の製材所が存在したが、国内木材が価格低迷する中で多くの製材所は閉鎖され、産業としての林業は停滞している。また、高住地区ではレタスの栽培が盛んとなっており、全国に先駆けてレタス栽培が行われたが、最盛期の1割程度にとどまっている。 周廃郵便局無周廃郵便局各郵便局には郵貯銀行の ATM が設置されており、すさみ郵便局ではホリデーサービスを実施。すさみ町内の郵便番号は町西部地域が649から 26XX、町東部地域が649から 31XX となっている。人口の減少により小中学校の統合が 進められ、2014年時点では、2017年度を目標に、須佐美小学校、須佐美中学校に統合の予定となっていたが、高場小学校については2021年時点で存続している。須佐美駅町内には、西日本旅客鉄道規制本線が走っている。規制本線はこの辺りでは普通列車は2時間に1本くらいの割合で運行されている。代表駅は、 すさみ駅で、この駅には、特急列車を含めて、すべての列車が停車する。工住駅とみろず駅には、特急は停車せず、普通列車のみが停車する。太平洋沿いを縦断する国道42号みろずで、撮影高速自動車、国道一般国道県道道の駅枯れ木灘、すさみ駅には、温度計が設置されていて、冬の時期に、朝7時の気温が、 摂氏0度以下だった場合、すさみ町内の宿泊施設での次回の宿泊量が寒さ量として50%引きになるという。この企画は地理的位置から常春の町をアピールしようと観光協会が1985年から始めた。2006年までで過去1回だけ2001年に記録したことがある。ありがとうございます。